はい、ご元気ですか。今日の動画はいつもとちょっと違って、題名の通りコストコのベーカリーデザートをすべて購入して家まで持って帰りました。これから一つ一つ試食して僕の中のトップ3を皆さんにお届けしたいと思います。動画を見続ける前にまずライクボタンを、ありがとうございます。いろいろ買ってしまったので、はい、OK ということで、一人で食べたらさすがに寂しいので、今日はスペシャルゲストにマナゴ慎太郎選手、お願いします。ご存知の方も多いかと思うんですけど、2人ともフィジーク選手、12月の7日2人とも大会があった、まあ、僕はちょっと地球の反対側、慎太郎は日本、だからまあ時差はちょっと違ったんですけど、まあ、一応同じ日に大会があった。2人ともまだ結構絞れてる。もうちょっとお祝いしましょう。ブラックコーヒーの準備、もう今日は甘いものばっかりなので、さっき見せたデザート全部合わせて23,346円。まあ高いような、この量だったら安いような、意外とコストコだからボリュームあるけど安い、うん、安いかもしれない。じゃあちょっと2人とも大会優勝したので、お祝いに一番大きいハーフシートシートケーキから、レッツゴー。どれがよろしい？普通で大丈夫ですよ。普通普通もちろん2人で今日は全部食べきれない、絶対2人食べきれない、残った分はうちのスタッフ、家族、友達にみんなちょっと後でねプレゼントしたいと思ってますので、ご安心を。おー、thanks。あ、チョコレートケーキだね、これ完全に。レッツゴー。いただきます。いただきます。お腹空いてるから美味しい。後ろでまえちゃん笑ってるんですけど、このケーキは本当にもううちの友達とか仲間が必ずクリスマスとか誕生日に買ってくるケーキなんですよ。もうこの味は僕はすごくよく分かってます。で、個人的には生クリーム、あんまり好きじゃないので。美味しいね。美味しい。美味しいけど、あ、コストコって感じの味がする。複雑じゃん。コストコの味って何なの？なんかちょっとめっちゃうまいわけじゃない。美味しいけど。でも味が足りないとかじゃないね。うんうんうん。チョコの味がしっかり通ってて、ちょっとケーキはドライだね。日本のスポンジケーキみたいんじゃない。これで2000いくらでしたっけ？このでかい巨大ケーキで2300円ぐらい。だから全然お得。オーライ。ごちそうさまでした。まだ点数つけないね、うん、比べないと。じゃあこれはちょっとうちの事務スタッフレイチェル、どうぞ。オーライ。第2弾にはちょっと一度に2種類2種類一度に2種類いきます。砂糖がちょっと来ましたね。マドレーヌマーブル&プレーン。こっちはベルギーチョコレートクッキー。こっちはじゃあまずこっちからいこう。はぁ、あ、You're already done。 もう終わり、自分は半分食べる、1個食べる。いや、全然1個いけちゃう。 OK、 レッツゴー。うん、うん、おいしい。おいしい。 This is good。ずっしり感のあるクッキーですね。うん、なんかすごいしっかりしてる。甘め。甘いですね。バター結構入ってる。うん、もう好きかもこれ。慎太郎の OK が出ました。美味しかったです。ベルギーチョコクッキー。うん、おすすめ。この大量なクッキーが1180円。うん、恐ろしい。だからアメリカ人になってかい。うん、じゃあ僕は半分いく。僕も半分にしよう。もういいっしょ。半分。OK。見た目的に美味しそう。うん。お、軽い。あ、食べやすい。It's like mild。It's more butter and less sugar。Yeah。うん、でもなんか物足りないね。確かに。牛乳と飲んだら美味しいかも。うん。食レポなんか難しいね。
難しい表し方が。とにかくバターの味がする。甘いのが好きじゃないっていう人はこれいけるかも、うん、マドレーヌ自体普段食べないから普通がわからない。そっか、基準が。マドレーヌってこんな感じですか？全然わからない。でも美味しい。うん、美味しいね、これは。 OK! この独特シーンのクロワッサンシュトレーン、ドイツのクロワッサン、フルーツケーキみたいな感じ。あ、フルーツが入ってる。フルーツケーキなんだけどクロワッサンでできてるみたい。もうこの白いパウダーは砂糖ですよね、多分。 Here we go。 こんな感じ。でも綺麗。なんかクリスマスっぽい、ね、そう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 、雪があって。いただきます。いただきます。ラム入ってる？酒入ってる？おいしい。すんごい甘いこれ。ね、でもクルミとかレーズンとかクランベリーとかシナモンとかオレンジ。あー、アルコール入ってない。このオレンジが入ってるのあんまり好きじゃない。好きじゃないの？いや、a lot of people don't like orange peel. Yeah, you either like it. 僕は大好き。今までのやつでこれが一番好き。マジか。うん、ダントツぐらい。ちょっと甘すぎるけど味見程度に、食後に食べるようなスナック。確かに見た目以上に重い。これみんなコストコから買ってくる人どうするんだろう。これを丸ごと取って食べ始めるのかな。サンドイッチみたいに。これおすすめ。カネキンが好きな。あんまりこのレーズンとかこういうの好きじゃない人はあれかも。ちょっとエキストチックな感じ。いろいろ入ってるもんね。なるほどね。ケチをつければこの上の砂糖いらない、うん、本当にすごい甘い。本当にいらない。いや一番甘い。いや一番甘いね。いや、クッキーの方が甘かったような感じもする。味覚がもう知った。はい、ladies and gentlemen。ラウンド5ぐらい。うん、ぐらい。これはね、もう YouTuber がもうみんな紹介してるような感じもする。あの有名なティラミスです。これを一つ丸ごと食べ終えられるかっていうチャレンジばっかり。やばい。僕ら味わっていきたい。うん、1380円でこれですよ。持ってみて。もう。うわ、重っ。何キロこれ。1キロ以上あるぞ。絶対1キロ以上ある。あ、1500グラム。1500グラム。これを食べたら1500グラム体重が増える。これはちょっと酒が入ってると思う。ティラミスってでしょ。 I don't think they put alcohol in for kids because it has kids, right? あ、子供用だから入ってないか。酒っぽい味はしたけどね。ティラミスドルチェ。慎太郎初めて。初めて。意外。最初すげえ美味しく感じてたのに、なんかだんだんお腹が。いきましょう。テラミスドルチェ。この味は本当によく知ってる。もう、うんうんうん、ティラミス。ティラミスだね。ティラミスはイタリアのデザート。うーん、だからイタリアのレストラン行くときに必ずオプションにあるね。これ生クリーム。 What is it?No, it's マルスカポンチーズ。マルスカポンチーズ。チーズなの。うん、ワインとかいろいろ混ざって。これが気持ち悪くなります。食べ過ぎる。うん、美味しいんだけど、うん、ちょっとでいい。ちょっとでいい。本当にこうやってくるとちょっとなんかさすがにちょっと引いちゃう、うん、みんな動画で何言ってんだろう、うまそうだろうみたいな。美味しいですよ。美味しいけど、I guess that's why people always buy it, because it's only a tiny bit. It'll serve like so many people. Yeah. I could eat the whole thing. Gross! 聞きました。あんまり個人的にはこれし、タイプじゃない。これいくらでしたっけ？これ結構安い。これで1380円。今ぐらいのタイミングでこうやってチップスができたらもう最高だね。うん、食べたい。ポテトフライかチップスができる。まあ、美味しい。美味しい。でも、トップ3は多分これは難しいかも。どうだろう。本当に、でもこれ好きな人は本当に好き。コストコのティラミスは最高っていう人いる。タイミングが悪いかもしれない。おめん。最初の方に。最初の方に食べるまで。っていう感じで、調子はどうですか。ちょっと、来てますね。これ、大会の減量よりきつくなってきました。
でも結構爽やかなやつが。さっぱり系を選びました、次には。アップル&ブラック。ブラック。カラントタルト。カラントタルト。逆さまにも難しい。まあ、アップルパイですね。うん、アップルタルトか。美味しそう。美味しそうだね。もうちょっとちっちゃくいきましょう。ちっちゃく。少しずつ。これを個人的にはすごく楽しみにしてたやつ。これ食べたことないんですか？ない。これクリスマス限定じゃない？へー。Winter? 冬限定。らしいです。コストコはまいちゃん詳しいみたい。いただきます。いただきます。甘くないように。うん。うん。へー。あ、美味しい。うん。ここに来てこれだとすごい嬉しい。うん、いいね。ちょっと酸味があって、うん、甘すぎずにブルーベリーも入ってる、うん、まずパイの生地があってフルーツがあって残りを埋め尽くすためにはアーモンドパウダーが入ってるみたいです。個人的にはトップのものが入ります、うん、結構酸味もあるから本当に普通に、うん、気持ち悪くならないやつ、ね、うん、そうそうそう。クリスマスパーティーの最後にあのケーキから買うぐらいだったらこれを買ってで、みんなで味わってあ、もっと欲しいなと思うぐらいで終わるもんね。なくなってそれが一番、まあ、とにかく大量に食べたいっていう人は、うん、まあちょっとこれじゃ物足りないかもしれない。ホリデークッキー64枚入りいろんなクッキーが入ってます。ジンジャークッキー、なんとかなんとかクランベリーかな。これはホワイトチョコレート、ダークチョコレート。ジンジャークッキーってジンジャーが入ってるんですか？そう、生姜。初めて食べた。ジンジャーブレッドとか食べたことない？ジンジャー、あー、パンですか？いや、クッキーなんだけどジンジャーブレッドっていう、もうでアメリカの伝統的なクリスマスクッキー。あ、ちょっと優しくいきましょう。まずチョコレートクッキー。すごいチョコ、これなんかチョコ焼いたみたい。もうカカオそのままクッキーにした感じぐらい、うん、チョコレート全然ケチってない。あ、これでもすごい美味しい。ホワイトチョコレート。ああ。でしょ、キャラメル。匂いがキャラメル。僕ら小食だね。みんな動画でもっと食えって。かなり。結構小食な方だ。みんなすごいと思う。これ甘いね。これ美味しそう。クランベリー。これキャラメルの癖が強すぎる。強すぎるね。もうこれなんか薬の味がする。うん、そうなんかこれ気をつけてください。人工的なゼロカロリーキャラメルシロップをそのままクッキーにしちゃった感じ。グワーって苦みがあったから。僕らはねめちゃくちゃ正直なあの食レビューするのでもう信頼度100ですよ。間違いないですよ。美味しくないものはちゃんと美味しくないって言うので、その代わり美味しいといったものはね間違いないと思いたいね。You want milk? いや、これ甘さ控えめだ。うん、あ、本当にこれクッキーだね。うん、食べやすい。うん、ザ・クッキーっていう感じ。これ手作りの味って感じ。すごい。これはもうホーミーな手作りっぽい味。好きです。うん、これいく。これすごいスター。おお、サンキュー。ありがとうございます。牛乳。おお、You break the cookie? Yeah. ミルクに入れて。シュガークッキー、うん、クッキーの生地の味がする。まあ、粉っぽい。焼いてない、焼く前のクッキーの味がする。It does taste so, you gotta taste that. It's like a Costco bashing this video. No, there's some good stuff. I just not 正直言います、僕あんまりクッキー好きじゃないです。あ、僕好きなんですよ。うん、じゃあクッキー好きな慎太郎はこれを食べてどう？これよくない？これ良かった。これすごい嫌だ。これはこれなんか焼いてないクッキーみたいな。でしょ、うん、もう焼く前のこれ絶対焼きたいってない、うん、見るからにも生っぽい、うん、すごい湿ってる感じが。It tastes like cookie though. Like really tastes like cookie though. Like someone's hands just like mangled it and just made it stars. よし、最後やっと。 What's that one? Ginger bread?あ、ジンジャーは好き。ジンジャークッキーは好きです。ジンジャーブレッドは好きです。お願いします。これは美味しいように。まあでも匂いはしないんだ。This is the best. That was the best.
それが懐かしい思い。僕はこれが一番好き。子供の頃思い出す。あ、そんなメジャーっていうか、うん、これとエッグノックと、うん、どう初ジンジャークッキー。でもあんまりジンジャークッキーの中で美味しい方じゃない、普通ぐらい。あ、普通で悪くないけど、もともとジンジャーがあんま好きじゃない。じゃあ最初からダメじゃん。ごちそうさまでした。このクッキーセットはおすすめしないね。だってこれだけが欲しいのに、そうそうそう、これもついてくると。好きなやつだけ食べたい。多分 Did they sell cookies separately?うん、この2つが余るって。これはおすすめしない。これだけを先に取って、あとはこっちが残るようなパーティーではそうなると思う。ここら辺から後半戦だろうね。持った感じ軽いですし、ヨーロピアンデニッシュ。ヨーロッパ大好きですよ。これも美味しいことを願います。多分ね、全部美味しい。でも僕らのもう今の状況だと、本当に美味しくない限りは美味しいって言えない。間違いない。クロワッサンは基本、あ、入ってる、なんか端っこじゃない方がいい。そしたら正しいレビューをできるように、僕はこれとこれ。一つはなんか上にシュガーのトッピングがあって、中にはなんかカスタードっぽいものが入ってる。もう一個は上にピーカンがあって、中に同じようなカスアーモンド。じゃあまずこっち、はい、シュガー。おお、予想しなかった。レモン、That's really good. That's really good. Very nice. コストコ、うん、コストコ、さすが。これ1000円する。高い。高いね。これだけ。一番高いのが一番美味しいと思っちゃった。うん、そしてアーモンド。Whoa! Apple? これは甘いタイプじゃなさそうだね。こっちの方が好きかもしれない。Apple? うん。へぇ。Oh yeah, it's apple and almond. I like these a lot. These are good. なんかこういうの日本の菓子パンであるんですよね。ある。どこで、うん、普通にこうこう何個か入ってるやつで、こうやって。でもこんなレモンの味あった。レモンの味あんまないけど、これは美味しい。ちょっともっと食べる。ウォーウォーハイプレイズ。ハイプレイズ。これはもうコストコさすが。それが好きなんだ。 This is good. Very good. Very nice. You don't like it? No. That's an artificial lemon taste. Not really. Yeah. Yeah, like lemon peel. The crust is good. Oh. Mai-chan, いらない。いらない。Not yummy. 僕は好きです。もう絶対妥協しない。この人が好きじゃないって言っても、僕は好き。これ絶対、ちょっと高いんですけど。No, it's definitely not as sweet as it is. これはもう、全部食べられる。ごちそうさま。That's so weird. I love it.このトリプルチーズタルトを多分今うちに食べないと後だったらやばい、吐くやつ。チーズケーキ好きな人にごめんなさい。嫌いなわけだよ。いや、僕好きなんだけど。好き？好きです。普段は好き？普段は好きだけど今はもう見たくない。これ皆さんのために僕らがちょっと体を犠牲にして正直なレビューを頑張っていきます。まあ、お腹がいっぱいのことを忘れて食べてみよう。でも多分甘いの食べてしょっぱいの食べて交互に食べてたらもうちょっといい。一番の原材料がナチュラルチーズだって。ダーン。ちっちゃくいこう。ちっちゃく。ちっちゃくいこう。ちっちゃく。あ、上になんかゼラチンっぽいものが。いただきます。何やつか。It's kind of like cheese tart. Yeah, 足りない。Double cheese tart? No. Triple cheese tart. チーズをもうたくさん入れた感じじゃない？いやでもすごい美味しいかも。多分。僕は。He likes it. 好きなんだ。うん。すごい卵の味がする。あ、そっか。まあでもリッチな感じだね。うん。
いい材料を使って作ったような感じはする。美味しい美味しい美味しい、うん、美味しいよ。もっとちゃんとお腹空いてる時に食べたい。この生地があんまりバターっぽすぎない。あ、なんかこのネチャネチャの感じにちゃんとなんかボロボロのドライな生地があって、バランスいいですね。バランスはいい、おすすめ。個人的にはあんまりチーズケーキ派ではないんですけど。これで1300円だ。1280円ですよ。安い。税込みで。カロリーって書いてある。カロリー書いてほしいよね。これネットで調べれば出てくるんだけど、カロリー書かないんだよ、コストコは。こういうあのデザート系に。タキシードケーキ。すごいいい感じ。美しい。見た目的にこれが一番高級感がある。値段的にはどうだろう。うわ、高い。2698円。一番高いじゃん。一番高い。今日買ったやつ多分。じゃフォークでいっちゃう。端っこ。いいよ。あ、こっちの端っこ。全部のレイヤーをしっかり。1、2、3、4、5。5つのレイヤーが。チョコレートケーキ。うん。わお。あ、でもこれ最初のチョコレートより全然美味しい。比べ物にならない。全然こっちの方が美味しい。比べ物にならない。最初に食べたチョコレートケーキ、これを食べてしまったら向こうは安い味になっちゃう。あ、これ食べたら他食べれなくなっちゃう。これは本当に本当に特別な日のため、うん、これいいですね。これ美味しい。これちょっと冷蔵庫に入れて時々夜寝る前にちょこっと一口だけ食べてまたしまってみたいな、うん、そういうケーキだ。This is good. You can't compare it with the other cake. It's like... I tried it at Costco, I don't like it. I don't think we like the same things. Apparently not. This is tastes rich, right? It's good ingredients. これおすすめ。この段階でこれだけ美味しいってことは、これは最初に食べてたらゲームオーバーだったかもしれない。This is good. さすが。Well, it must be good if you like it. It's not too big either. No, it's heavy though. This is really good. So you want that. Cost performance. Yeah, it's good. Sabure. 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 What's a sabure? It's like a butterfly. Oh, kawaii. Holiday sabure. Kawaii rashi. Holiday って言ったらまあ、クリスマスクッキーだね。意外と値段するんですね。顔から。なんか手作りクッキーって感じ。普通に美味しい。普通に美味しい。それが一番多分正確。普通に美味しい、うん、バターの味が OK。 パンをショコラサビール、まあ、クロワッサンですね。チョコレートが入った安い998円。うん、大丈夫ですか、慎太郎さん。気持ち悪くて。今日何日ですか。今日17。意外と消費期限明日までですか。これ早っ。今日買って12月18日。あ、本当だ。え、絶対食い切らないでしょこれ。いやー、行きましょう。ちょっと申し訳ないんですが手でちょっと行きます。あれ結構ドライドライ感が、普通ですね、マジで。なんかクロワッサンになろうとしてるけどなりきってないやつ。なんか半分パンになっちゃったやつ。What is it called? It's called パンおショコラサビール。 That's what I need to read. なんかだってクロワッサンなのかパンなのかわからない。パンっぽいし、でもなんかもうちょっと表面はクロワッサン、うん、よく朝ごはんのビュッフェ行くと、もうこればっかりやって、もこれが安いからこっちを先に食べてっていう感じ。なんか美味しいやつすぐなくなってこれがいつまでも残ってるやつだね。何なのか分からない。クロワッサンじゃないしパンでもない。うん、間って感じですね。でもまずくはない。うん、でもまずいやつない。まあ微妙あったか、あったあった。これは
美味しいカテゴリーには入る。でも食感的には結構下の方。クロワッサンではない。ではない。なろうとしてちょっとこんなに。I think you're close to toast it. Oh yeah?だそうです。トーストしたら生き返ってくるみたいです。コストコのスタッフがこらちゃんとトーストしろって感じで、すいませんね。でも安い、損はない、998円、3、4、5、6、6、24個。いよいよこれが来ました。これが食べたことある、マフィン系。今まで食べて全部食べたことないです。これはマフィンですね。コストコのもう本当に昔からの定番のやつで、コストコに必ずあるのがこのチョコレート、ブルーベリー、そしてバナナ味で、ここは4つ目のフレーバーはなんかその季節によって変わる。今回はフレンチトースト、2つの箱で800円ぐらい、めちゃくちゃ安くて、もう本当に全国からコストコ行くときは必ずこれを買って帰るみたいな。めっちゃ重い。何年も前からコストコの定番のもの、ホットドッグとこれは必ず買って帰るっていうやつ。なんか時々すごいたやけに食べたくなる。でも時々はもう見るだけで吐きそうになる。今じゃその状況。今はその状況。全部開けるよ。フレンチトーストをマフィンにするって誰が考えたか非常に興味がある。It does smell like French toast. Yeah. シロップがもうかかったフレンチトーストの匂い。匂いだけ嗅いだらこれフレンチトーストだって思う。面白い。フレンチトーストの味するけど食感がマフィン。バナナ。フレンチトーストっていうかなんかメープル味じゃない？ Yeah, it's a syrup. まあでもフレンチトーストのっぽいよ、メープルシロップがかかったフレンチトースト。バナナ。何百回も食べてます。いや、バナナ、マフィン。美味しそうだけど、この白いのは何ですか？なんか砂糖とバターのなんかこの固まったやつ。そう、なんか全部美味しい。こっちはもう食べたよ。チョコレート、チョコレート。季節によってはそのアールグレーのマフィンが出るんですよ。あれが出たら絶対おすすめ。めちゃくちゃ美味しい。この中では僕はまあブルーベリー派だね。ほう、これが美味しいかな。バナナ、これはいつは全部ヒット商品。好きじゃない、フレンチトースト、水が美味しい、水がめちゃくちゃ美味しい。ほう、今日のベストナンバーワンの水だ。It's good! まあマフィン。マフィンは安いし、満腹感がある。すごく満腹感がある。満腹感満たされます。フレンチトースト味はさすがにおすすめできない。責任を負いかねます。ただし、バナナ、ブルーベリー、チョコレート、これはもう定番の定番なので、コストコのマフィン。おすすめ。皆さん、いよいよ最後の商品に来ました。ホリデー。シフォンケーキ。レッツゴー。箱に入ってておしゃれですね。これをね、プレゼントとかでもらったら、このサイズでだって2598円。安いね。多分動画で見るよりでかい。でかいでかい。これぐらいのサイズで普通にケーキ屋さんで買ったら5000円とか、4000円から5000円するね。周りにはこういう板チョコの削ったやつ、ホワイトチョコレートがあって、ちゃんとイチゴ乗ってる。イチゴもちゃんと乗ってて、ちょっとほんのりピンク色のストロベリーホイップがあって、中切ったらどんな感じかみたいね。これイチゴ入ってたらすごい。イチゴ入ってたらすごいね、確かに。じゃあそのためにちょっと皆さんが見えるようにちょっと切り、すごい。これは本当にスポンジっぽい。入ってない。ずっしりスポンジですね。もうしかもレイヤーとかじゃなくて、もうこれ本当に一つのスポンジだから、ちょっとね、安いね。じゃあフォークでいっちゃう。いきますか。
ちごが欲しいので、いちご。ちょっとテンションがちょっと落ちてたらすいませんね。もう砂糖の、もう体が従ってくれない。僕だって、大会出たばっかりで、この砂糖に慣れてないんですよ。もう眠たくてしょうがない。ブラックコーヒーも飲んだんですけど、全然効かない。いちごがめっちゃ美味しそう。じゃあ、いちごだけだったら半足だよ。ケーキ、そしていちご。はい、でも。ああ。でも、美味しいけど、すごい甘い。シロップに。まあでも普通にショートケーキだ。うん。普通にスポンジもすごいドライじゃないし、うん、いいやつで信じられてよかった。あ、これ美味しい。特に文句なし。なんかすごいさっぱりしてて、うん、軽いし、うん、美味しい。美味しい。これ以上食べたら吐く。うん。それではコストコのベーカリーデザートすべて試食できたので。ちょっとこちらを避けて皆さんにちょっと感想をちょっと点数を勝者を決めます。This cake isn't bad. It's light. We opened it. There's nothing inside. That's why it's cheap. No strawberries. It's a big thick sponge. Which I like. It's chiffon. Yeah. 美味しい。Okay. ということでコストコのベーカリーデザートグッズすべて試食完了しました。お疲れ様。まあ、僕らの体を犠牲にして皆さんのためにレビューしたのでこの動画をライクしてくれるととても嬉しいです。慎太郎は YouTuber、 僕と同じチャンネル飛んで必ずサブスクライブよろしくお願いします。苦しいね。あと一口ぐらいしか食べてないのにね。うん、とんでもないカロリーが重なったと思うよ。種類的にも多いし、1000近くいったの。1000以上は絶対いってるでしょ。でしかも全部甘いもの。じゃあまあこの僕ら食べた感じで皆さん大体予想はしてるかと思うんですけど、じゃあまず慎太郎のトップ3いこうか。3位はチーズタルト。おお、好きだったんだ結構。あれいくらでしたっけ値段。チーズタルトは値段1280円。ああ、安い安いし、うん、味もしっかりしてて、うん、材料はあんまりそのケチってないね、うん、しっかりしてた。バランスが良かった。2位は最後に食べた。そう。気持ち悪い時に食べてそれが2位だった。多分あれ最初の方食べてたらめっちゃ美味しかったと思います。もっとする。なるほどね。シフォンケーキ。普通に日本のケーキ屋さんに売ってる感じの味だった。ね。あっても気は変わんないね。個人的にショートケーキ好きなんですよ。一番だ。1位はチョコレートケーキ。タキシードケーキ。あ、そう。一番高いやつ。あれはすごい味が良かったですね。なんか高級なレストランとかホテルにこうやってデザートとして出ても全然わからないぐらい、うんうん、見た目も普通に綺麗だし、なんか全部ケーキでした。そうだね、全部ケーキだ。じゃあ、僕のトップ3第3位はシュトレン、なんかクロワッサンフルーツケーキみたいなやつ。あの粉砂糖が、まあ、粉砂糖がなければそれが2位に上がってたかもしれない。すごくそれは好きでした。クリームとかも入ってて食感も味も。で第2位がアップルブラックカレントタルト、あのリンゴとかがあるやつね。あれは本当に酸味がバーってちゃんと抜けてて、うん、でもしっかり土台にはその甘みもあって食感も良くて、リンゴを焼きすぎてない、ジャムっぽくなってない、まだシャキシャキしてるリンゴがあって、ブルーベリーもあって、あれ僕3位かもしれない。あれ結構良かったもんね。あれ3位か。あれ入れてないなと思ったけど。おすすめ、うん、本当におすすめ。あれパーティーがあったら、それあのこのプラスチックケースから出して、なんか綺麗なお皿に乗っけたら結構おしゃれな感じ。そして第1位が、ちょっと意外かもしれないんですけど、レモン味のクロワッサン。好きじゃなさそう。デニッシュ、うん、なんとかクロワッサン。あれはね、美味しい、すごく美味しい。チーか、うん、あんまりケチつけられない。クロワッサンがすごくしっかりで焼けてるし、ケチをつければもうちょっとその甘味料的なレモン味じゃなくて本当のレモン、もっと本当のレモンの味がしたい。いやー、それが僕のナンバーワンでした。おすすめです。一番まずかったのは多分2人とも一緒だね。あのキャラメル味、あのキャラメル味のクッキーは注意してください。人工的な味です、ね、全部美味しいカテゴリーに入る。そのクッキー以外、そのクッキーはまずいカテゴリーに入る。一つだけ
っていう感じで、皆さんもコストコ、まあ、行く方も多いかと思うので、皆さんのトップ3とかをこのコメントにご自由に、そして皆さんのおすすめのもの、これは気をつけた方がいいよとかっていう商品があれば、コメント欄で皆さんの感想を待ってます。もう一人言いますけど、僕は YouTube やってる、もちろん今度は見てる人はわかる、登録ありがとうございます。動画も LIKE してくれるととても嬉しいです。慎太郎のチャンネルもこの動画の詳細欄に貼ってあるので、皆さんそちらの方に飛んで LIKE したり登録したり、まあ、こんな感じで皆さんこうやってジャンクフードを食べるのは僕らめったにないんですけど、こうやって皆さんがいるおかげで僕らこういうのを企画として食べようかなってなる時もあります。もう今からでも鶏胸とブロッコリー食べたいです、うん、皆さんこういうのも時々は食べるのいいんですけど、食べ過ぎには注意しましょう。動画を最後まで見てくれて Thank you very much. Work hard to see results. Thanks for watching and I'll see you again soon. ここだけだからいい。